茨城廃寺跡説明板付近茨城廃寺跡は、茨城県石岡市下市にある古代寺院跡。日立国茨城軍の軍事跡とされ、石岡市指定史跡に指定されている。茨ばら牧書名土石岡市民族資料館展示。石岡大一南園部にある寺院跡で、かつては小木大廃寺の名で知られた。古くから茨城軍事の跡と推定されていたが、 1979年からの3時に、渡る調査によって、仮覧配置が明らかとなり、国分寺に先行して7世紀後半頃に、混流された初期寺院の遺構と推測されている。出土遺物として、先の発掘調査では変わら、仏像戦河瓦、金、銅、鉄製品、硯、弾き、硝器、和銅海鎮等が見つかっている。特に、 牧書名として、茨城寺、茨ばら寺の文字を有する土器が見つかったことから、当時の人員名が明らかとなり、茨城軍事であることも確実となった。また、この名の存在は、茨城の地名変遷の一面を物語るものにもなる。以上の出土物の一部は、石岡市民族資料館、日立風土器の丘で展示されている。2011年からは、第四次調査が実施され、その中で、 地域発方が確定された。2012年には遺構が石岡市指定史跡に指定された。さらに2016年の第6次調査では注文の遺構が発見され、交流樹式のラン配置であったことが確定している。また、史席周辺では7個の礎跡が伝わっているが、それらは、 円柱座作りでを持つ古い形式であり、それぞれ石岡市指定有形文化財に指定されている。南西より主要が乱跡前景ビニールハウス左手に塔跡、右建物下に近道跡、中央奥に行道跡が所在。地域は一丁半四方と推定される。塔と近道が東西に並び、その北に行道が位置する放流寺式の画乱配置である。 ありがとうございます。